東西南北僕北っしゃん、はい、ということで今日はですねこちらグローバル大会がね今なんか来てるということで、まあなんかこれからね今1シーズンに2回来るということで、まあ、今回ね普通のグローバル大会なんでおすすめデッキ3つですね。まあこれがまあいわゆる環境デッキですね。もう OP デッキもうこれです、これです、もうこれ使っとけば間違いないです。はい、これとまあ PS 向けですね。これはマジで、あのこれマジ極めたら本当に強い、もう極めたらねウォールブレイカー本当に強いんで、まあ、PS ある人はもうこっちでいいと思います。もう、まあ、でも多分ね皆さんラックしたいと思うんで多分ここら辺ですね、まあ、ここら辺プラスまあラバとかエレジャイでもね、やっぱラバとかエレジャイはちょっとわからないといけないんで、こういうチンパミが深い環境デッキの方が多分ねこう楽してあの勝利数稼げるんで、まあ、こっちの方がいいんじゃないかなと僕はおすすめします。まあ、だから、まあ、この2戦行ってから最後にこっちね行って、まあ、今日はね締めたと思います。 これがね僕の中でのおすすめデッキ3つですね。ここはねファイボでもオッケーですね。まあ、ラバとかに勝ちたいならもう5でオッケーです。5の方がいいです。はい、どうなんやな、でも5の方が結構ねその万能っちゃ万能なんですけど、でもクエイクはねクエイクの方がチンパンはできます。5はちょっとね考えないといけないんで、多分楽したい人はもうクエイクでオッケーですね。僕楽したいんでやばすぎでしょ。ちょっと待って待って待って、まあ一旦落ち着いて、今のハンターやばくない、今のハンターの疑惑じゃない、まあ、むしろ良かったみたいな、むしろビビドラからやったから良かったみたいなところあるんですけど、とりあえずねこの立ち回りを言うと、もう基本的な立ち回りね、とりあえずケツキョスケですね。とりあえずケツキョスケして相手合わしてきたガードにトリトンとかザッピーとかハンター合わして、あのこちらここで形作ってあげて、んでその後にドドドンってロイジェ組めばもう大体散っていきます。施設入りに関してはもうキョスケケツから出して、でトリトンなんかナイトとかそういうやつにやってあげて、でクエ食っとけばやばすぎですよそのぐらい。やっとけばまあ OK ですね。基本的にはもうそれで勝てます。もうゴレとかねおやつです、あのキョスケのやつです。大型はねもうキョスケのやつですね。ただしかしこれねクエイクやとそのチンパンロイホクにやられるっていうのは新兵太郎ですね、あれにちょっと負けちゃうんですよね。あのクエイクだと5やと勝てるんですけど、クエイクやとちょっと負けちゃうっていったところで、まあちょっとねその悩みっすね、そこは本当に。まあだからお好みっすね本当に。でもトリトンで真ん中にやっとけばなんとかなるんで、もうトリトンってこいつぶっこれカードなんで、もう適当にやっとけばもう大丈夫です。はい、適当にやっとけばもう両サイドいい感じになんか受けてくれて、まあいい感じになってくれるんで OK っすね。はい、いつもより早口で喋っております。ラウンバー入ってたね、そういえば。おー、危ない。おー、いい。LSP 最近めっちゃ来てますよね。LSP の環境っていうか、LSP がめっちゃ来てる。どこまで行くん、あんた。あんた、どこまで行くんや。おー、ハンター、戻ってこ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 。おー、優秀。優秀、大好き。いやー、ザップ。あー、で、これ、ランバー来ますね。ランバー来ても、これ、ロイジャー突っ込めば、もう、あれなんですよね。相手止まんないと。いたところで、まあ、そう、この形がね、結構強いんですね。はい、後ろからやったら、これね、これロイジャイから当てるのが基本なんですけど、こうやるとね、あの、バックハードともに一緒にね、お亡くなりになっちゃうんですんで、これがハネハネシステム起動ですね。いわゆるハネハネシステム起動。これね、あの、ザッピーまでつけてもよかったかもしれない。いや、でも落ちたんでも OK ですね。297じゃないわ、204ですね。そうですね。まあ、グローバル大会のレベルは、大会レベルは204ですね。OK です。もう楽っすね。もう、1分もかからん。いや、じゃあ3分もいらん。3分もいらないですね。まあ序盤っていうのもあるんですけど、まあこれで結構楽っすね。まああの新鋭対ローグともう今日キョロイ使っとけば多分ね大体勝てます。はい、大体勝つ。僕のおすすめは新鋭対ローグかな。まあ、キョロイも確かに強いんですけど、新鋭対ローグマジでこいつ出すだけで勝てるんで、あのキョロイよりもマジで出すだけで勝てますね。お、この方も多分キョロイの可能性もありますね。マジでね、これのデッキ本当後ろから迫ってるだけなんで、本当に、いや割とマジでこれは本当に襟折りに近い。マジで襟折りに近い。もうなんか、ハネハネチック的な感じじゃないですかね。あ、なんか、ぽいぽいぽい。めっちゃぽい。これね、ホバリング砲生かしたいですけど、まあ、序盤でここでね、まだ分かってないんで、アーチャーとやりゴブだけじゃ、まあ、ちょっと分からないんで、まあ、一旦捨てですね。さあ、エレキが出てきたと。ここがレスピでいい感じに受けてあげた。おー、いかついですね。これ、ザッピリングが強いんで、チチチン。おー、いいザップ。やけど、ザッピーが強いと。いや、ザッピーが強い。で、エリアードがめちゃくちゃ取れてるんで、まあ、ロイホグ流してもいいんですけど、一旦ゴボウリでね、このね、落ち着きっすね。ここで相手が、ケツから出してくるんで、それに対して新鋭隊で合わしていくって言った感じでもいいっすね。まあでも、強すぎやったらちょっと微妙かもね。まあ、とりあえずケツからっすね。今前やっても、このゴボウリが破裂しないんで、破裂するタイミングでこう、よいしょって言って、まんじかさせたいんで、まあ一旦ここはね、両サイドいい感じに作ってあげて、まあ左はね、強すぎがあるということで、まあこのね、爆破を共に一緒に、共に歩きっすね。共に。これ5ね打ってあげて間に合うかな。これねゴボウリがあったんで俺5打ちました。ゴボウリがなかったら5打ってないですね。エリアで取られるんで、ゴボウリがあるんでこんな感じで殴ってくれるんで、まあいけるんですよね。まあなんで今のは打ちましたね。はい、
まあもう本当にねこのデッキは簡単ですね。まああのオールメーカーデッキはねちょっとね手札把握でやっぱ高回転デッキってやっぱり手札把握とかエリアード把握とか結構重要なので、まあそういう面でやっぱこういうデッキで楽した方がいいんかなって。おいい LSP 感電が強いマジで。関西電気ん違うん違うんなんか発音おかしかった。関西電気ん違うなんか違う。まあとりあえずわかんないけど、まあ、なんかなんやろうな、こういうプリンスミニペのチンパンデッキなんかな。こういう自作デッキとかって、あでも序盤に関してはちょっとエレジャイでもいいかもしれないですね。エレジャイってこういう自作デッキとかにめっちゃ強いんですよね。よいしょね、あの施設が入ってないとやっぱエレジャイって止まらないんですよ。だから序盤とかは多分ねエレジャイ結構最強かなと思ってるんですけどね、僕の中で。序盤のそのねこういうようわからんデッキとかめっちゃねあれが強いですね。ロイジャイ、エレジャイ、エレジャイ本当にね、あの施設なかったらあいつ止まんねえからマジで基本何してもね止まらんマジで。あミニペとかあったらまあちょっと話変わってくるけど、基本的に止まらないからそう強いですね。とかミニペもライトニング飛ばしちゃうんですよね。もう強い、もうキング折れそう、もうキング折れそう、セバンなー言うてますね。さあラスト行きましょうか。もうこれはおすすめデッキなんで、本当にマジでおすすめですね。もうこれに関しては本当にもう言うこともないっす。解説することない、マジで解説することない、本当にない。それぐらい簡単。これはちょっと難しいけど強い難しいけど強いデッキです。高回転使ってる人だったらまあ練習してもいいんじゃないですかね。まあこの先ディガーデッキっていうのは絶対知らないんですよ。ディガーデッキっていうのはディガーが加工されることってなかなかないんですよね。ディガー加工されたらもうほぼほぼデッキ死んじゃうんで、まあディガーは多分加工されないんで、ディガーデッキはねもう取得しといてもう間違いないですね。もう間違いない、本当に間違いないんで、もうね今からもうなんかそのね極めるのはもうディガーデッキ練習しててください。ほなのなんとかなります、知らないですけどね、多分なんとかなります。あハンター強い。基本的にねディガーってディガーが沈んだシーズンなんかあんまないですよね。ディガー加工されたけど結局使われて上位行くから、そう結局ね強いんですよね。はいはい、これ貼りますね。でまあこれハンティングで受けてあげて丸太切っちゃったんで、あのアウトローがちょっとめんどくさいに来てももう回ってくるっていう、この高回転の速さ素晴らしい。さあちょっとあのハンター削られたくないんで、僕ぐらいになるとこのハンターを生かしつつ、なんか相手めっちゃ光栄多いですね。アウトロー、マジアチャー、アウプリじゃないですね。何だっけ、ロケ砲ですね。ロケ砲でしたね。いや、ちょっとめんどくさい。おーおー、いかつ、あ、ファイボでよかった、これ。なんで俺ファイボで打たなかったんだっていうのは、ちょっとわかんない。でも、爆破でこれ、やっちゃうんで、いけますね。でーん。そうですね、今のファイボでよかったですね。まあ、僕の反射神経がちょっと追いつかなかったっていうところで、まあ、ボムタワーを出してしまった。渋いですね。まあこれキング起動しましょう。ロイホグってことが分かったんで、もうすかさずキング起動、この位置でいけます。もう一マス左下でもいけますね。さあいいよいしょとね、左無視でいいっすね。削られてるんでキングがね反応してくれるんで。でまあロイホグ来るかなって言ったところで、あれは無視っすね。お優秀、めっちゃマジアチャーがあるんでファイバー切れないんで、まあ、丸太からねってあげて、まあ、逆サイ攻めたいですね。基本的にウォールベーカーデッキって両サイド削るんですよね。ウォールベーデッキじゃなくても高回転デッキなら両サイド削るんで、こう攻められてるタイミングとかにこうね一緒にね攻めてあげたら結構ね刺さったりします。あここ丸太でいいですね。あこうマジアチが来ちゃうんで丸太でいいですね。はい、今のは良くなかったです楽しようとしました。これねナイトで蹴ってあげて、よいしょ、はいはい、ナイト強いんでね。ナイトって基本的にね突破される時ってないんですよね、あんまり。マジでこいつ強いですよね。突破されたんですけど、これはさすがにね物量が多かったですね。やばいやばい遅れた。でこうね攻められたタイミングでこうねしっかりねこう逆サイ振ってあげることによって、相手にね形を作れないっていったところでスペルまで打ち切れない。そう一発入る。そこうねエリクサーない時にやっぱウォールベーカーとかって刺したいんですよ。エリクサーない時に刺してこそなんぼや思てるんで、ウォールベーカーとかまあホグとかバルーンとかまあそういう系はね基本的にそうですね。もうこれ呪文削りですね。行かさせてもろて、さあこれも来るんですけど、またディガーで寄せて、はいはいはい、ナイト来たんで、これ多分ロリババかギリギリ回るかいけるか。ああまあまあナイトが強いと。あでもねこっちダメージ食らってないけど、相手にはダメージが食らってるとったから、ここマジアチあるんで、まあファイブ切っちゃうとまずいですね。そうですね、ここでやっと切らさせていただくと。さあよいしょと。でねあのガゴがあるんで
さあここら辺ぐらいでワンチャン来ますね。そうですね、来るタイミングで合わせてあげて、まあ、攻防も倒くと、これがね一番美しいですね。こう書いてはもう攻められてるタイミングに飛ばす、こんな感じでねもうタワー折れちゃいます。そういうことです。はいあ待って72だった、忘れてた、72でした。そういうことですね。まあちょっとね、グローバル大会最初の方なんで、まああれっていうのもあるんですけど、まあ今日はねデッキ紹介なんで、よかったらね甘めに見てください。はい、あちょうとしうとし、これやめて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 、オッケー。ということでまあね、まあ LJ とかでもいいと思うんですけど、まあ僕のおすすめこれですね。本当にこれマジで出すだけ、マジで出すだけだからこれですね、おすすめ、マジでおすすめですね。はい、ということでこの動画だったらね、チャンネル登録と高評価とグッドボタンよろしくお願いします。ということで皆さんまた会いましょう。バイバイ。